おはようございます。本日はですね、久々にデート Vlog に行きたいなと思います。喜んでおります。今日は今からですね、難波の方に行って嫁の誕生日プレゼントをまだ1ヶ月前なんですけど、まだ買ってないので今から買いに行くっていうことになってて、デート Vlog が久々すぎてですね、僕のチャンネルは3パターンぐらいの方がいらっしゃって、僕のチャンネルやったら全て動画見るよっていう人と、服しか見えひんよっていう人と、嫁像の出てるやつしか見えひんよっていう人が出てるんですけど、それたちの友達いやでも結構おんねん、それが嫁像ファンが結構多いので、僕がペチャペチャ喋ってるのはあんま求められてないかもしれませんが、まあ今日はおそらく嫁像の喜んでる姿が出ると思いますので、楽しみにしていただければなというふうに思います。ではまず一番最初は、飯から行きたいなと思いますので、行きます。はい、どう？美味しかったね。うん、うまかったな。美味しかった。茶碗蒸しが美味しい。茶碗蒸しうまかったな。茶碗蒸しが一番美味しかったと言ったらあれかもしれんけど。今からはどうですか？ちょっとこれ画角がわからんから入ったり入らんかったりしてるわ。え？なんかサンダルとか見たいな。服とかあかんか？買い物するってこと？うん。ほんならじゃあ次は買い物し終わった後にお会いしましょう。行ってきます、はい。それは何ですか？これマルジェラの香水。気に入ってたやつな。そう。レイジーサンダーモーニング。レイジーサンデーモーニング。よかったな。なんかすごい初めてマルジェラで買ったからさ、袋が切りっぱなしな感じだね。なんか病院のなんか布みたい。確かに。ガーゼ。それではあれからいろいろ歩いてカフェに来ました。じゃん。よかったな、お気に入りの、うん、じゃあ今日のデザート、はい、ありがとうございます。シロップなどご利用でしたらこちらからお取り替えください。はい、はい、やんな、シロップは。はい、今日のデザートは、今日のデザートは季節限定のチョコレートケーキです。物撮りに向いてるわ。だってそれすごい綺麗だもん。あったつけてくれたんだ、ありがたいね。せーの、いただきます。そうだ、フォーク使うか君言った。いるね、フォーク。危な。いただきます。うん、機械だからね、染みる。いつでも染みるやん。確かにチーズケーキのチョコ版って言われたらそんな感じするな。うん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 、味的にも、うん、今日黒いべなくて残念やったね。だいぶね。まあないだろうなと思ってたけど。次椅子入ったら買うってこと？どうしよう、その時欲しかよ。でも 今欲しいけど、あれ夏過ぎたらまたいらんねん。そうそう。でまた次さ、冬服が欲しがってんね、きっと。でもカバンあるっちゃあるしね。オレンジのあれすごいするね。うん、来たね、オレンジピール入ってるね。あんま好きじゃないね、オレンジピール。なんなん、今疲労回復にいいねんで。そうなの、うん、知らんけど。ヘビロすぎやん。バルトロイ、今年欲しいやろ。黒、うん、か、ハロコンブラウンみたいなのがあったらしい。ないかもしれんけど、ダウンが欲しいの。うん、黒必ず来るもあるよ。いや、そうなんだよね。時忍買いました。
じゃじゃーん。一目惚れ。一目惚れ、可愛かった。どこに飾るかも決まってないけど。決まってないけど可愛かった。大事に育ててくださいね。はい、ありがとう。この後どうするんですか？この後どうしましょう。もう足は疲れて、あ、でもさっきのサンダルどうしようの、7000円ね。ああ、逆やで今。うん、逆に歩いてるね。うん。ピアスもなかったしな。そうなんだよ。なんかな、何も買ってないね。うん。なんか買いたいよね。まあ、買うつもりで来たからな、今日本で。なんか不完全燃焼みたいな。なので、15,000円の香水を買ったっていう。あれでもお気に入りやったの？お気に入り。サンデーモーニング。あれいつかは買わないといけないなと思ってたからさ。うん。買わないといけないとか、買いたいなと思ってたから。うん。いいんだけどさ。でも今日さ、私さ、サンダルとバッグと、うん、上の服が欲しいって言ってきてるやん。うん。なのに香水って。ピアスも買う予定やったのになかったしな、そうそう、カバンも。カバンね。ロエベの。ロエベね。で、買ったのが香水と観葉植物。いいね、そういうのも。うん。このカメラさ、うん、画角さ、狭いから入らへん、俺は。いや、私だけじゃん。やめてよ。ちょっとやめてよ。今気づいた。まあいいでしょう。ちょっともうちょっとさ、下からだったら。最初で撮ってあげるよ。いや、俺これがマックスやね。昔のジンバル持ってるみたいな。ああ、ほんまやな。やだな、ちょっと恥ずかしいな。もうちょっと手に近づけな。私もっとくっつけばいいんじゃない、こうやって。足しか積んでないよ。ちょっと足痛いな、どうしようかな。疲れてきたな。結局あの後ですね、ナンバーパークスまで来てですね、いろいろ買い物したんですけども、あの買い物しようとしてサンダル見てたんですが、なかったですね、いいのが。足痛いよ。でもヘトヘトやねんな。で、俺も久々にさ、動画撮ってるからさ、あの動画の構成が分からへんから多分だいぶ飛び飛びやねん。移動してる様子が撮ってへんから気づいたらパークス行ったり気づいたらこう暗なってるっていう。僕もあの一応動画の企画であのサンダル履いてみてどういう感じかっていう検証のために今サンダルこれノースフェイスの履いてるんですが、そのためにわざわざサンダル履いて一日歩いて、で今からは、焼き処理ですかね、大好きな。このステッカーもらいに行ってもらいたいな。あ、いいんですか。はい。ありがとうございます。あれに貼るの、ノートに。あ、ノートに貼る。いいね。かわいい、それ。ベロンベロンな感じ。あ、出ます。うわ。マジで。もうこれ僕だけ気付けよ、うん、ビール最高。これさ、いいんだよ。ここに置いといてな。ポンポンしてな。あ、はい、それでは行ってきました。今日の戦利品を紹介したいなと思います。まずはこれは嫁蔵の香水マルジェラ。これが、シャンプー、なんかスキッとするシャンプーらしいです。そして入浴剤の詰め替え、これ何やったっけ、青文字。そして大好きな焼き鳥屋さんのドレッシング、これ美味しいねんな。美味しいね。花っていうか観葉植物、はい、という感じになってますので、今日はどうでしたか。まあ、ちょっとあの誕生日プレゼント変われんかったけど、いやいいよ、全然楽しかった。また行かなかった。うん、また行こうという感じになっておりますので、今日は一番何が良かった？え、最後のご飯、焼き鳥か。はい、ということであとは帰りたいなと思いますが、ちょっと久々の電車で久々の人混みやったからちょっと疲れましたんで、ね、足も痛いんですよね。めっちゃ痛い、もう限界超えた。ちなみに焼き鳥何が一番美味しかった？なんだろう、全部美味しかったもんな。なんか普通にささみと
軟骨の梅肉和え、めっちゃうまかった。ああ、あれうまかったな。し、もう片木も美味しかった、全部美味しかった。ほな、じゃあ家帰って、あとはその入浴剤とシャンプー使ってゆっくりリラックスしましょう。はい、ということで、以上で終わりたいなというふうに思いますね。最後は GoPro の映像でお別れしたいなと思います。では、見てもらってありがとうございました。